皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日は筋トレ初心者の私が3年でねフィジークチャンピオンになった方法っていうのをこう分かりやすく解説できればなと思っております。最後までご覧いただければ、これからね筋トレを始めたいっていうお客様、体作りをしていきたいお客様のね近道に、ね、なる内容になっているかと思います。ぜひね参考にしていただければと思います。私が筋トレをね本格的に開始したのが、2018年の1月なんですね。そこから2021年に開催された宮古フィットネスっていうね京都でねあったフィジークの大会なんですけど、そこに初出場して、優勝することができました。このね3年間で僕がねこう意識して取り組んできたっていうことが、大きく3つのねトピックであります。その辺をね順番に説明していきたいと思います。でまず一つが筋トレですね。その次が食事ですね。最後に休養。筋トレ、食事、休養ですね。このね3つの内容を本当に意識して取り組んできただけになります。筋トレでね意識してきたことの一つ目ですね、トレーニングを継続して行うですね。最初のうちねなかなか成果が出なくてこうやめてしまいたいっていう気持ちになるんですけど、ここはね気持ちを折れず必ずね継続して続けることが大事です。僕自身は週4回から5回のトレーニングっていうのをこの3年間一度もね欠かすことなく継続しました。一番のね大切な部分、継続して行うっていう部分になってくるかと思います。2つ目は自分自身はコンパウンド種目をやり込むということにこだわってトレーニングをしてきました。いろんなねトレーニング方法があるかと思うんですけど、僕はね本当にコンパウンド種目、もう基本の、ね、トレーニングですよね。ビッグスリーって言われるねベンチプレスであったりスクワット、ちょっとデッドリフトをやってなかったんですけど、その辺のねコンパウンド種目が好きで、それを本当メインのトレーニングとして毎回自分を追い込むようにしてました。そこをねしっかり追い込んだ後に、その他のね補助種目ですよね、例えばこうストレッチ種目であったりコントラクト種目、収縮種目ですよね、その辺を行うようなイメージでトレーニングしてました。なぜそこにこだわったかというとね、初心者のね頃って本当に伸びしろがあって、ベンチプレスはね胸と肩とね三頭筋ですね、3部位をね同時にねトレーニングすることができるんですね。ですんでね伸びしろがたくさんあって、初心者の頃はね本当にコンパウンド種目やり込むのがね非常に有効かと思って、このコンパウンド種目をやり込んできました。最後ですね、トレーニングの記録をつけるです。この記録をつけるってことがねもう自分自身本当に大事かなと思ってます。前回のトレーニングで自分がね何キロで何回できたかっていうのを覚えて入れるんであれば無理にね記憶をつけることないんですけど、僕はねこうしっかりノートをつけて、前回例えばねベンチプレスで例えば80キロでこう8回できましたとか、2セット目80キロで何回できましたとかっていうのをしっかり書いておいて、今日のねトレーニングを行う前に前回のトレーニングを振り返るんですね。前回は何キロで何回できてるかっていうのを確認した上で、前回の自分より回数を1回でも多くするであったり、重さをね少し上げて、前回の自分より常にね進化しているっていう意味で、そこをねこだわって本当にトレーニングやってきました。誰かが言ってたか分かんないんですけど、現状維持は対価であるっていうね言ってる人がいるんですけど、それを本当に僕もね確かにそうだなと思って、もう毎回ねこうトレーニングするんであったら、前回の自分より少しでも成長した自分でいたいっていう意識を持ってこう毎回トレーニングに臨んでました。振り返りにもなるんで、トレーニングの記録をつけるっていうのは本当にね大切かと思います。トレーニングを継続して行う、コンパウンド種目をやり込む、トレーニングの記録をしっかりつけるですね、このね3点意識して自分はトレーニングしてきました。次ですね、食事で自分が意識していたことです。もう本当に当たり前のことしか言いません。まず1つ目です、3食バランスよく食べるです。中にはねこう忙しくて朝が抜けちゃうとかいう方もおられるかもしれません。ただね朝って本当に大事だと思います。一日のね体の活力になる食事になります。ここ抜けちゃうとね本当に体作りでもね結構マイナスになっちゃうと思ってましたんで、僕は本当に3食しっかりバランスよく食べるっていうのを意識して3年間続けてきました。で2点目、タンパク質量ですね。自分の場合体重かける 2g 超えるような摂取量を維持するっていうのを意識してやってきました。食事でね
取れていればいいんですけれども、難しければ本当に、ね、プロテインなんかもやっぱり重宝しましたね。で中にはね、こう 2g じゃ足りないんじゃないかって考えている方もおられるかもしれません。その方はね、ぜひね、自分がね、こうしっかり吸収できるなっていう量、いろいろね、こう試してみてもらえばいいかと思います。まあ、僕自身はね、 2g じゃ足りないんじゃないかなと思ってて、結構量を増やしてた時期があったんですけど、体感で自分がこう吸収できてないなっていうのが分かってきて、まあ、その辺のね、量を自分で調整したりもしたんですけど、まあ、最終 2g 取ってれば自分の場合問題ないなっていうのが分かったんで、まあ、ここですね、 2g を切らないような意識で食事をやってきました。で3つ目ですね、食事で補えそうにないものはもうサプリメントを活用してたっていう部分になります。仕事帰りにジムに行く習慣があるんですけれども、ジムに行くのが7時ぐらいで、まあ、トレーニング1時間2時間ぐらいして、まあ、その後に夜のご飯を食べるっていうルーティンでやってたんですけど、昼ご飯食べてから夜ご飯食べるまでに時間がどうしても空いてしまうんですね。まあ、それがね、体作りにね、あまり良くないなっていうふうに思ってて、トレーニングに行く前ですね、必ず栄養を入れるようにしてました。プロテインと一緒に、まあ、トレーニング時栄養になるように糖質を入れるようにしてました。まあ、中にはね、こうあのマルトデキストリンとかを取られる方もいるかと思うんですけど、自分はね、こう咀嚼してね、食べたい、食いしん坊なんで、こういろいろ食べたいっていう部分があったんで、吸収のね、良さそうな、例えば和菓子であったりおにぎりですよね。まあ、基本的に和菓子が多いんで、アンパンとかね、こう大福とかをよく取ってたんですけど、それと一緒にプロテインを1食分取るようにしてました。あとね、このプロテインの他にもマルチビタミン&ミネラル、3食のね、バランスのいい食事で取り切れればいいんですけど、なかなかね、取り切るのがね、難しいと思ってたんで、 B レジェンドのビタミン&ミネラルですよね、これ朝と夜に4錠ずつ飲んで、常にね、ビタミン欠かさず取ってました。プロテインとビタミン&ミネラルの他に、ま、取ってきたサプリメントとして BCAA、EAA、クレアチン、グルタミンっていうのがあります。でこの BCAA、EAA っていうのはトレーニングする時にだけ飲んでたサプリメントです。でこの BCAA と EAA の使い分けになんですけれども、減量をしてない時は BCAA を飲んでました。あの食事とかで、ね、しっかり栄養がね、補えてると思ってたんで、減量中じゃない時は BCAA を飲んでました。で逆に減量期間に入った時はやっぱりね、食べられる量っていうのが限られてきて、血中のね、アミノ酸濃度っていうのがやっぱりあの低くなってきているのかなっていうふうに思ってたんで、減量中に関しまして、トレーニング中は EAA を飲むようにしてました。クレアチン、グルタミンっていうのは僕これ常にずっと飲んでます。グルタミンに関しましてはビールジェンドのね、サンダンストッカーがあるんで、そこにね、入れておいて、まあ、トレーニングが終わった瞬間にこのグルタミンを 10g ぐらい取るようにしてました。で最後のクレアチンに関しまして、本当にあの僕が一番信用しているサプリメントですね。いろんな種目でね、こう重量を扱っていきたいっていう方には本当にね、おすすめしたいサプリメントになります。飲んで体にね、蓄えられている状態とそうでない時でパフォーマンスのね、質がね、かなり変わってくるサプリメントかなと個人的に体感しております。クレアチンはね、僕がね、こう2018年1月からねトレーニングを始めて、未だにね、毎日 5g 取り続けているサプリメントになります。まあ、それくらい本当に僕の中でおすすめのサプリメントになっております。で最後、休養につきましてですね、まあ、自分が意識していたこととして、睡眠時間をしっかりと確保する、本当にここに尽きるなと思っております。まあ、自分の場合はだいたい7時間の睡眠を切ってしまったら、次の日のね、パフォーマンスが下がるというのが分かってるんで、仕事であったり家族のこと、プライベートのことあってね、なかなか睡眠時間を確保するのが難しいと思うんですけれども、7時間のね、睡眠を確保できるように意識して3年間日々過ごしておりました。でもう一点ですね、お昼寝をする、これもね、かなり大事かなと思います。まあ、自分の場合、休憩ね、1時間あるんですけど、お昼ご飯で、ね、食べた後に毎日15分間仮眠をとってました。15分しっかりね、寝れることで、昼からのね、お仕事の活力にもなりますし、仕事終わった後のね、トレーニングもね、本当にね、集中してできるんで、仮眠っていうのも自分の中で非常に大切なルーティンワークになっております。休養については睡眠時間しっかり確保する、まあ、僕の場合は7時間以上確保する、お昼寝15分毎日行う、このね、2点にこだわって取り組んできてました。まあ、今回はね、こんな感じでざっくりとね、ご紹介させていただいたんですけれども、細かいところとかもね、気になるっていう部分があればね、ぜひね、コメント欄にコメントくだされば拝見させていただいて、
答えられる範囲でね、しっかり回答していきたいと思います。まあ、自分自身はね、これをね、引き続き継続していって、来年とかはしっかりね、結果を残せるように取り組んでいきたいと思っております。引き続き応援よろしくお願いいたします。まあ、これからね、トレーニングしたいって思っている方もね、ぜひね、僕と一緒にね、それぞれの目標に向かって、ぜひ頑張っていきましょう。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。